こんばんは、2月16日火曜日の夜でございます。平山茂と申します。昨日ですね、ちょっと、雨の中仕事をしていたためにですね、ちょっと風邪かもしれないということで、たくさん寝ましてですね、無事何事もなく起きることができました。たっぷり寝ました。体調は万全でございます。今日はですね、お休みということもあって、先日ですね、ブレーキオイル補充するというようなね動画を撮らせていただきました。それ以降ですね、ランプも点灯することなく、もうストレスなくやってるんですけれども、実はですね、もう一個不安要素があってですね、車幅と、ポジションランプというものがあるんですけれども、そちらがですね右と左両方切れてるということも、発覚しましてですね、全然自分気づいてなかった僕がいけないんですけれども、完全に右と左両方切れております。今日はねちょっとそちらを交換したいと思います。大丈夫かな、ちょっとね、あんまり車をねガチャガチャ触るのはあんまり得意ではないんですけれども、ドライバーだけでなんとかできそうということなので、ちょっとね今日はトライしてみたいと思います。大丈夫だといいんですけどね。ちょっと頑張ります。つかないなぁ。車幅灯がついてないよね。車幅灯、今日はこれを変えようかな。これを変えよう。今日ね取り付ける車幅灯はこちらでございます。小糸さんの電気ですね、 12V5W でございます。こちらをこちら変えていきます。まずはですね、こいつを外さないといけない。外さなくてもいいんだよ。緩めないといけない。緩めるためにここにネジがあるんで、ネジを緩めます。外すんじゃなくて緩めます。4回転ぐらい緩めます。硬っ。この3つですね、こと2個3個割れたし、破損したよ。割れたな。これはもう再起不能だ。やっちまったな。まあいいけど。この永遠に回るネジは何なんだ。回しても回しても緩む気配がないよ。これはもうマイナスでプリンといっちゃっていいのかな。やってみるか。怖いな。いいのかな。いや怖いな。なんかネジ穴説明書読むか。
説明書ちゃんと説明書読もう。さあ、なんとかここまで来ました。結構無理やりですね。元に戻らない可能性もありますけども、とりあえずね、ヘッドライトもここまで。よし、これが車幅灯ですね。なんかだいぶくすんでます。もうなんか真っ黒ですね。切れてる。よし、交換しよう。よし、はい、今新品の電球つけたんですけど、このそもそもこのベースがなんか溶けてるんだよね。やばいよねこれ。こっちが原因っぽい気もするけど、まあ、とりあえずちょっとこのままやるしかないんでね。これでつかなかったらもうこいつ自体がやっぱやばいよね。よし、とりあえずこいつは右側終了。左側のヘッドライトも外しました。やっぱりこっちもちょっと黒くくすんで完全に切れてますね。破損は特にないですね。じゃあ新しいの差し込みます。はい、右が左ですね。左側もこうやって止めました。ヘッドライトを戻していきましょう。よいしょ。ちょっとね、僕嫌な予感がしてるんですけど、この左側は割とポジションはこうバンバンって叩いたらついたりしてたんですけど、右はね完全につかなかったんでね、やっぱあの溶けてるソケットが怪しいんですよね。だから玉は交換したけどつかない可能性ありますね。とりあえず車幅灯は交換しました。じゃあチェックしましょうか。つくといいな。こっちもちゃんと着きました。完璧でございます。いや、大丈夫。うん、無事に車幅灯点灯いたしましたね。良かったです。なんとか自分でできました。まあこれぐらいできて当たり前だと思いますけれども、なかなかね、不得意な僕には大変な作業でした。まあ、ついててね当たり前と思いがちなんですけどね、どうしても切れてしまうことがあると思います。いや、良かったですね。うん、大丈夫だ、大丈夫大丈夫、良かった。うん、さあ、ということで本日もご視聴ありがとうございました。大丈夫ですからね、大丈夫ですから。うん、また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。チャンネル登録お願いします。